はーい、皆さんこんにちは、マナティです。はい、今日はですね、午後の昼下がりアロマテラピーで癒されようかなと思ってます。はい、今日はですね、このアロマディフューザーを使ってこちらのエッセンシャルオイルのライムを香らせていこうかなと思ってます。 300ml のお水が入ってますので、9滴エッセンシャルオイル入れますね。はい、そして蓋をして電源オン。はい、霧がこう出ましたね。あ、いい香りだわ。ライムのちょっと苦みのある柑橘系のいい香りがします。あー、癒される。いいですね、このままなんかふーっとなって、このままふーっと後ろに倒れて気を失いそう。あかんやないの。はい、それでですね、じゃあアロマテラピーって何なのっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、簡単に説明すると、あの植物の花、果実、葉っぱ、種、果皮などから取ったエッセンシャルオイル、精油ですねを使って、その香りが心や体に働きかけてですね、心身の不調を穏やかに回復して健康や美容に役立てていく自然療法です。ですので初心者の方でも簡単にできるので、とてもおすすめです。それで私がやってるアロマディフューザーで香らせてアロマテラピーをやる他にも、私がやってるのはキャンドルでしたり、あとは沐浴っていうのがありまして、あの洗面器にお湯を張ってお湯に一滴エッセンシャルオイルを垂らして、手とか足をそこにつけてしたり、お風呂に 2,3 滴垂らして蒸気でね、上がったエッセンシャルオイルを嗅いで楽しんだりと、いろんな方法があるんですけど、その方個人それぞれの好きなやり方でできるので、あのとてもいいと思いますよ。それでですね、なんでエッセンシャルオイル、精油の匂いを嗅ぐことで心や体に効能があるかっていうと、2つ経路があります。それは何かっていうと、まず1つは呼吸器や消化器や皮膚の粘膜ってありますよね。そっから血管に入って血液循環で全身へと回ります。それともう1つは香りを嗅ぐことによって、鼻から入った精油の成分分子が鼻の奥の粘膜に付着して刺激されて電気信号に変換されて脳に伝わる経路です。その2つの作用経路があります。マナティ、それでですね、マナティですね、アロマが好きで本当に香りも好きなので、ユーキャンで通信講座を受けて、教材とエッセンシャルオイルが送られてくるんですけど、それでお勉強して日本アロマ環境協会の2級1級の検定試験を合格しちゃったんですよ。資格持ってるんです。そう、実はマナティ、まあ、これを取ることによってまたもっと上のクラス のアドバイザーだったりとか、そういうあの免許を取ることもできるんですけど、本当に個人で楽しむんだったら全然いい資格になってます。だから説明しようとすると、もう歴史があったりとかすごく深いところまでいっぱいあるので、本当にちょっと時間が足りなすぎてなかなかお話できないんで、今日は簡単にしかお話はしないんですけれども、今日はですね、
あのライムのエッセンシャルオイルを使ってますので、その効能は、心への効能はですね、不安や憂鬱をリフレッシュしてくれて、明るく元気な気持ちにしてくれる効果があります。ライムはですね、なんか二日酔いにもいいそうですよ。それで体への効能なんですけれども、解熱作用や抗ウイルス作用があって、風邪なんかにもいいんですね。発熱や鼻水、咳、喉の痛みなど呼吸器系の不調に役立ちます。ちょっとマナティ一昨日ぐらいから喉が痛いんで、ちょうどいいかなって思ってます。そんな感じでアロマテラピーをですね、私は楽しんでます。皆さんもですね、もしやりたいなと思ってる方がいらっしゃいましたらですね、ぜひおすすめですよ。でもやり方がわからない方はですね、お店に行ってもらって、まずエッセンシャルオイルの匂いを嗅いでもらって、一番自分が、あ、この匂い好きと思った香りが一番自分には合ってる、リラックスできる効果のある香りなので、それが一番おすすめです。それでも分かんないっていう方がいらっしゃったらですね、初心者におすすめな効果が穏やかなエッセンシャルオイルがありまして、それがマナティがおすすめするのはラベンダー、ベルガモット、スイートオレンジ、ユーカリとか、そのあたりですね。ユーカリなんかはですね、お掃除の時にバケツにお水張りますよね。そこに数滴垂らして雑巾で水拭きをするとするじゃないですか。そうすると抗ウイルス作用とか防カビ作用とか防虫効果があって、とてもいいですよ。香りもすごくすっきりするし、とってもねおすすめです。もう本当に日常的にアロマテラピー使えますので、よかったらぜひ皆様も試してみてください。はい、今日はこんな感じでアロマテラピーを楽しみたいと思います。本日もご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。